モタさんと杉さんの最後の傾斜の、しっかりこう注意ポイント、スイングを理解したかどうかテストを行います。はい、はい、過去にわたりつま先上がりと下がり、左足上がりと下がり、はい、4種類やりましたね。4つのポイントしっかり理解できたかどうか。はい、どっちからやりますか。杉さん、モタさん、じゃあ、よし、つま先下がりからいきましょう。グリーンを狙って7番アイアンで、まあ、なんとなくその構え方だったり、はい、やろうとすることが合ってればいいと思います。もう完璧です。ありがとうございます。100点です。ありがとうございます。緩やかにフェードした。はい、コトさん。はい、トモトさん、この傾斜やってないですか。やってないです。覚えてますか、杉さんに説明してた。あ、はい、スライス系を打ちに行く。はい、正解です。ありがとうございます。で、前足重心。そう、やっぱりトップが出やすい、スライスが出やすいということで、上から叩き前傾をキープした構え。はい、ミスにならないように。こう、切りすぎましたけど、セオリーとしては、ね、こうフェード打ちにいたっていう、ほとんどは立ち方で決まってきますね。この、ね、前傾は傾斜が倒れてる分自分も倒れる、後ろをしっかり引く、でこの母指球、指の付け根でしっかりこう指をグッと足の指を曲げて支えて、こう動いてもしっかり支えられる、軸がぶれない、打ってちょっと左に狙って打っていく。質問です。自分で切んなくても、そうです、切んなくていいです。そこまで、そこまではなくていい。ちょっとやりに行きますけど、あ、少し自然にそう右に行きやすい。あ、はい、はい、杉さんか。短く持つ。3分前。まあ、殴りましたね。殴りました。もう一回行きましょう。やっぱりここはこう感覚の問題ですよね。ボールよりもちょっと上に振っていく意識で、はい、いいんですよ。はい、いいと思います。ちょっと右プッシュですが、はい、あれはボールをもう半個分くらい左にね、受けると捕まってくるかなという感じです。モタさんにちょっと教えてあげてもらっていいですか。要点、すいません、やってください。短く喋ってくれた。どういうこと。戻ってください。はい、すいません。すいません、ポンコツです。すいません。でも、前傾をね、傾斜の分だけちょっと浅く立ち上がって、ボールに近づいて短く持って、いきます。ドローを振って出ていくイメージですね。はい、うまく捉えましたが、ちょっとフックが強いのは、これはまあ今のモタさんのちょっとローテーション問題ですね。腕がちょっと回しすぎちゃう。はい、もう一回だけ打ちましょう。はい、ちなみに今のは膝曲げすぎです。はい、つま先下がりに比べると膝は少し曲げるのは抑えていきます。度合いは少なくていいです。わかりました。で、左にやっぱり行きやすいですから、しっかりこう右にプッシュしていくイメージですよ。はい。OK です。完璧です。ありがとうございます。いいドローです。ありがとうございます。ナイスです。先生の教えです。私は3番打った。よいしょ。はぁ。モトさん。お、モトさんからいきますか。じゃあ、はい、さっきやってますからね。そうですね。さっきやってます。左足下がりのセオリー覚えてますか。左足下がりのセオリーは、傾斜に沿って立って、はい、で、オープンセロリー、セオリーはオープンスタンスで、フェードスライス系を狙っていく。そうそうそう、オープンスタンス、すいません。やってみましょう。すいませんでした。オープンセロリー、あ、最悪です。もう一回お願いします。いっちゃいけないやつです。なぜ今のが起きるかっていうのは、左足に軸をしっかり作れてないです。あ、そうそう、左足に軸を作って、左足に体重ちゃんとかけられてないんで起き上がってます。あ、こうか。これはもうしっかり上から入れるんですかね。
たいと思います。もう一回行きましょう。はい、すいません。押しすぎですか。ありがとうございます。ありがとうございます。傾斜に沿って傾いて左足にしっかりこう軸を、はい、左足下がりで、ダブルっていうのは左に傾きが足りないですね。こう上体の傾きが。そうそう、はい。バックスイングした時に右足に体重乗っちゃってるんで、はい、ずっと左足に体重かかってる感じですよ。体がきついです。ありがとうございます。傾斜に沿って触れるこの力の傾きがポイントです。よいしょ。判定日だいぶチームワークが、はい、です。行きましょう。セオリーは傾けない。そうです、右足で軸を作って、その右足の軸はこう垂直に見えますね。で、膝を獲物に。そうです。受ける、ピン、まあ、ちょっと下から入ればドローが出るイメージですね。しょい。ああ、うん、悪くないと思います。ありがとうございます。いや、ちょっとちょっと言ってました。ちょっと壊れてました。すいません。おー、ナイスですね。ありがとうございます。いいドローで飛んでます。イエス、イエス。ありがとうございます。鈴木さん、ごめんください。はい。軸を、右足で軸を作って、その右足の軸はこう傾かずに垂直に、はい、で、膝、両膝のラインは同じ目標線に対して平行。そう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 、はい、こう状態が右に傾かないように注意です。はい、そうそうそう、はい、お、完璧です。ありがとうございます。ちょっとフェード系ですけど当たりはいいですね。ましょう。右足の粘りが結構多いですね。はあ、では最後は応用編です。はい。これはどういう傾斜になりましたか、立ってみて。下がり下がり、下がり上がり、下がり。冷静に、冷静に考えてください。冷静に。左足上がり、右足前下がり。まあまあ、あとは。左足上がりとつま先下がりです。宮城、もう一回お願いします。左足上がりと左足上がりとつま先下がりがミックスされました、はい、おっとっとおっとっとですね、これ。当たり終わりですけどね、難しいです。まあ、本田さんの課題はどちらにしてもやっぱりちょっとね、動きすぎちゃうんで、もうちょっとその動きを抑えてこうね、足がやっぱちょっとこう動きすぎちゃいます。もう少しこの足の動きを抑えて、この腹筋と上体のこの動きで、足はやっぱいつもよりもちょっとこう粘る、踏ん張る。もう一回ください。この左足上がりとつま先下がりの要点はやっぱり右足で支えることですね。こっちか。右で軸を作れることがキーポイントです。はい。で、動かない。まずは平らなところでボールを曲げないように練習しましょう。すいませんでした。はい、杉さん。はい。どういう傾斜でしょう。上がり下がりです。そうです、はい、何上がりですか。つま先上がり、左足下がり。下がり、はい。もうコンフィギュアスしてますパニック状態です。前傾浅くして左足体重ですね。前傾浅く左にかかる。右か左。はい。そう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 。
難しい。融合してくれる。やっぱね、上に振っちゃってますよね、左足下がりが入ってる要素はもう少しこう低くイメージして、はい、こう下に振っていかないとダメですか。ちょっと上に振りに行ったらもうすぐダフっちゃうね。はい、下にもっと左にしっかり傾く。そう、はい、あ、そう、あ、はい、OK。 これ、あの、はい、傾斜に沿ったいい球を振ってましたね。低めのフックが出たらいいと思います。左足下がりとつま先上がり。はい、はい、ありがとうございます。まあこんなことを繰り返してね、はい、あんまりこうなんて言うんでしょうか、頭で覚えようとすると大変なので、このね計算式みたいな感じで、まあ、そうじゃなくて常にどんな傾斜でもまず右の方が安定するのか、はい、左足の方が安定するのか、それをこう即座に自分で立って決められることで、まあ、右で安定するなと思えばやっぱりそこでボールの位置とかも少し決まってきますし、軸寄りに来ますからボールはね、はいはい、軸がある方が最下手になりやすいんで、はい、右に軸があればボール右になりますし、左に軸があればボールちょっと左側になりますし、はいはい、で、まあ、左が上がってる場合は、はい、まあ、垂直、垂直で、左が下がっている場合は傾斜に沿って、はい、そうですね。その辺が分かってくると、はい、立ち方がパッとすぐに、ね、見えてきますし、はい、常にこうボールにクラブがどうやって向かうと当たりやすいのかなっていうのが、はい、なんとなくこう映像としてお理解できてくると、はい、振り方に合った立ち方になるので、はい、あくまでも振り方を考えて立ち方を分かってくるといいですね、はい、立ち方こうで振り方こうでって、そこなんかこう間違えて覚えちゃったら全然意味ないですし、普段のこう平らな時の構えもやっぱり振り方があるから立ち方があるって、はい、何のための振り方、その立ち方なのか、はい、こうやって当てたいなと思うからこうやって立ちたいっていう、常にその目的があるっていうのを忘れずにやってください、はい。まあ、今回はちょっとこう基本編としてねやったんで、また機会があればちょっといろんな応用パターン、またクラブを変えたりするとね、はい、違ったりすることもあるのでやっていきましょう、はい、ということで、長らく傾斜シリーズお送りさせていただきました、はい、感想の方一言ずつお願いします。難しいです。難しいです。頑張ります。その通りです。やっぱり平らなところでね、はい、まずはちゃんと打ててないとそもそも戦えない、はい、平らなところで軸をしっかり感じるって、それね言いましたけど、はい、日頃の感覚をしっかり磨いていってください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。